ランフレクシブルは、フランス海軍の原子力弾道ミサイル潜水艦。艦名は不屈を意味するフランス語から。艦隊が同じものであるため、ルル・ドゥタブル旧原子力潜水艦6番艦として扱われる場合もある。ランフレクシブルは、第4期長期軍事力整備計画に基づき、DCN シェルブール交渉にて建造され、1980年3月27日、寄港。 1982年6月23日、浸水。1985年4月1日に収益し、ロング島基地に配備された。ただし、実際には1974年4月20日に、寄港され、旅備級原子力潜水艦が優先されたため1976年6月建造が中断している。このため再寄港する際には、使用、設計の変更が加えられ、 ルル・デュタブル急原視力潜水艦の艦隊は同じままに装備を完走した。対艦兵器にエグゾセが加わったことと潜水艦発射弾道ミサイルがより乗車艇のものに置き換わったことが挙げられる。またソナーの改良も行われた。2004年6月からフランス陸軍の第7アルペン両兵大隊と提携関係を結ぶ。十二年間に十九回の戦略紹介任務に 10時し、時間換算で約9万時間の間水中にいた。2008年1月14日に退役した。ありがとうございます。